シマスズメのヒエは、イネカスズメのヒエ属の多年生の総本。南アメリカ原産であるが、現在の日本では、ごく広く普通に見られる雑草。アルゼンチンでは、パンパの多年草として、広く見られる。踏みつけに強く、芝生地にもよく侵入する。牧草としてもよく利用される。この類では大きくなる方で、穂も大きくてよく目立つ。穂に毛が多いのが特徴となっている。和名は、 日本では、小笠原諸島で最初に発見されたためとの説と、果実に島があるためとの説が流布している。ダリスグラスとも言う、株立ちになり、ほふく枝は持たない。草丈は50から150センチメートルになる。茎は直立、またや斜めに伸びる。洋芯は、長さ10から30センチメートル、幅は3から12ミリメートル、緑色で草質。洋芯は無毛だが、 幼少の後部には毛があり、また、基部の幼少には開け出した毛がある。端田は、淡かし色を帯び、高さ2から4ミリメートル。長い家系の先の方に太い方を少数つける。花期は7から11月。茎の先端近くから間を置いて3から6個の房をつける。房は、長さ5から9センチメートルで、家系に対して大きく、角度をつけて、開けで、またはやや垂れる。 コボは2から3列に並ぶ。コボは、卵形で先端が尖り、長さは3から3.5ミ、mm、リメートル。緑色で円に、剣子状の長い毛が多数出る。第1方 A は退化してなくなっており、第2方 A は、コボと、同大、下軸側にあって背面にやや膨らみ、三脈があり、円には、長毛がある。第一小花は、不燃で、森 A は、第2方 A と同大だが、扁平。 縁にはやはり長毛がある。粘性のある。第二小花は、小ボよりやや小さく、森へは平滑で、角質、縁が巻き込んで果実を包む。中等と役はどちらも国志色でよく目立つ。日本産の種では、スズメのヒエに、やや似るが、歯に毛が多いこと、小ボに細かい毛しかないことなどで、区別できる。小ボに長い毛が多い点では、立ちズメのヒエがよく似ており、小ボの形も似ているが、 長さ2から2.7ミ、mm、リメートルと本種より小さく、また房の数が10から20本とずっと多く、また開け出しないで束状になって立つ傾向が強いことで、はっきり区別できる。雑草としては、この種は特に踏みつけに対する耐性が強く、典型的な踏み跡植物と見ることができる。レクリエーションなどに利用される芝生においても、その出現頻度が高く、 そのような場所に出現するものの中でも踏みつけ体制の高いものの一つと考えられている。その程度は、道柳や風草には及ばないものの、行儀芝やスズメの片らと同程度である。実験的には踏みつけにより、草丈は抑制されるが、翌年に再発生する率が上昇し、むしろ踏みつけにより寿命が伸びるのではないかとされる。 この種の花粉は一般的な風梅花のそれに比べてやや大きく、あまり遠くまで飛散しない。また花粉が塊を作る傾向もこれに関わる。また、孤独性の花鉢である小花鉢かの鉢がこの花から花粉を集めるという観察などもあり、この種が風梅花であると共に中梅花の性質を持つのではないかとの説がある。なお、アポミクシスで繁殖することも知られる。 この種はパンパにおいて、氾濫の起きないところから定期的に、数ヶ月にわたって冠水する場所にわたる幅広い条件で生育している。それらの条件に対して、この植物は解剖学的構造を変えることで、対応している。冠水に対しては、根や幼少の通気組織を増加させ、干抜に対しては、構成木部の導管の小道を減少させる。また、根毛については、 寒水に対してはそれを減少させ、干ばつに対してはそれを増加させる。原産は南アメリカで北アメリカ南部をはじめ、世界の団地に広く帰化している。日本では気化植物。日本では最初の発見が1915年、小笠原であったが、第二次大戦後に急速に広がり始め、現在では関東異星の本州から琉球列島にまで生育している。 本州では緑化用に利用されたことで急速に広がった。原産地の南アメリカの草原ではごく普通な種の一つであり、原産地のアルゼンチンでは反乱の起きるパンパにおいては広い範囲で優先している。日本では草地や露房などによく出現し、ごく普通に見られる。芝生に生える様子日本においては普通に見られる。雑草である。沖縄では パイナップル畑の雑草として注目される。また、蒸気のように芝生に侵入しがちな雑草である。この点は日本では問題にされることは多くないが、西洋では芝生を荒れさせる雑草としてとても重視されている。それによると、この種は芝生の雑草では最も管理の難しいものの一つであり、場合によっては芝生そのものを張り直すのが最も効果的である。他方、 牧草として用いられ、その方面での故障は、ダリスグラスである。よく似た立ちすずめの冷えより家畜に好まれるとのこと、ありがとうございます。